はい、皆さんこんばんは。ハリウッドスターを目指す男アレックスです。チャンネル登録者また1名様増えまして45名様になりました。本当に皆さんいつも、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、ホワイトデーということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。多分世間はですね、もう今ちょうど5時ぐらいですかね、にぎわっていると思うんですけど、僕はですね、残念ながら今年はですね、バレンタインデーで、好きな人というか、その方から、自分が一方的にですね、好きな方からチョコレートをもらうことができませんでした。めちゃくちゃ悔しいです。なんで、前回はですね、バレンタインデーの時に、僕は今福岡県福岡市に住んでますね、中央区にですね、西公園っていう大きな公園があります。でそこにですね、めちゃくちゃこう急傾斜な坂がありまして、そこをですね、坂道ダッシュ10本全力疾走でやるっていうですね、なぜか自分に、悔しさの懺悔というか、街に行っちゃうとやっぱバレンタインデーっていうこともあってですね、先月はやっぱりカップルが手つないで歩いてるのを見るとやっぱ悔しくて、もういても立ってもいられなくなるんで、坂道ダッシュをしました。で今日はですね、その1ヶ月経って、ホワイトデーですね、ホワイトデーですね、僕は予定が全くありません。だからですね、バレンタインの時と同様ですね、来年は絶対好きな人からチョコをもらうぞっていうですね、意気込みを込めて、坂道ダッシュ、そうですね、バレンタインデーは10本だったんで、今日は11本いきますか。11本ですね、やっていきたいと、思います。日中はですね、ちょっと予定がいろいろありまして、夜の11時ぐらいにスタートしようかなと、思いますんで、もしですね、福岡市在住の方、このチャンネル登録者45名様の中にいらっしゃったらですね、ぜひ、夜の11時に西公園下の大きな鳥居がありますんで、その下で、ダッシュをできる格好をして、集合しましょう。なんでお待ちしています。はい、それにしてもですね、やっぱ悔しいですね。やっぱりハリウッドスターを目指すのもそうだし、英語を勉強し始めたきっかけもそうなんですけど、やっぱり女の子にモテる、これだけをモチベーションにやってきたんですよね。そんな中でやっぱり本命の方からバレンタインでチョコをもらえないっていうのはめちゃくちゃ悔しいです。めちゃくちゃ悔しい。はい、やっぱり悔しいですね。男としてこんな悔しい日があるのかと思ってますですね。もうこんな悔しさはもうしたくないなと思っているので、やっぱり今日はですね、思いっきり汗を流して、もうホワイトデーという日を忘れるぐらいですね、追い込んで、前回本当に脱水症状になりかけたぐらいやりすぎたんですけど、今回も前回以上の11本坂道ダッシュしようと思ってますんで、はい、気合を入れたいと思います。もちろんですね、この中では大好きな人と今日もしかしたら素敵な時間を過ごす方もいらっしゃるかもしれません。羨ましいです。僕もですね、来年そんな方と同じように好きな人と、過ごせるように努力してまいりたいと思いますんで、皆さん今後ともよろしくお願いします。あと今日ですね、今シェアハウスに住んでるんですけど、やっぱ来た当初ぐらいからずっと僕に気を使ってくれたりとか、友達がいない時に唯一僕のそばにいてくれた友達っていうのが実はいまして、その子をちょっと紹介したいと思います。ちょっと恥ずかしがり屋なんで、ちょっと引っ張ります。これがクワちゃんです。はい、クワちゃんは本当に僕が来た時からずっと夜ですね、やっぱり一人で来て友達もいない中で寂しい時にもずっとそばにいてくれてですね、本当に仲のいい
まあ、親友のような感じですね。こいちゃん、挨拶しますよ。こいちゃん。はい。こいちゃん、ちょっと眠たそうなんで、はい。ちょっと、寝させてあげようと思います。こいちゃん、ありがとう。はい。ってな感じでですね、今日は、気合入れていきたいと思いますんで、皆さん、今後とも、ハリウッドスターを目指す男、アレクサを、よろしくお願いします。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男、アレクサがお送りしました。それでは皆さん、ホワイトデー楽しんでください。失礼します。